前田殿も。毎度岩本でございます、今回の動画はですね、9月19日ベルーナドームで行われました、西武対日本ハムの模様を、お届けしたいと思います。結果7対4西武の勝利です。ファイターズ敗戦となってしまいました。ヒット数でいうと西武が11安打で日本ハムが4安打ということなんですよね。今日の先発ピッチャーはポンセ、結局5回投げて76球6安打2三振の1フォアボールの3失点と、まあこんな感じかな。ポンセは何がいいとか悪いじゃなくて、あ、ポンセってこんな感じでしょう、こんなもんって言い方しません、こんな感じですよねっていうような、だから粘りもあったかどうかわからないし、強さもあったかどうかわからないし、僕いつも助っ人外国人には厳しいんですけども、去年のノーヒッター、今シーズンどんな準備してきてくれてるかから始まってるんですよ。なので OB 解説者としてはちょっと物足りないっていうのが本当の声かな。でライオンズは松本渡の投球7回115球4安打、4失点か、2つの三振とフォアボール4つか。結果ね、松本渡は勝利投手なんですよ。っていうのは逆に粘りがあった、味方が打線が何かするまで粘りがあった投手で、ポンセと比較した時に粘りがあった方なかった方でこれ勝敗がついてしまったんじゃないかなという、そういう評論になってしまいますね。でも実際ファイターズ負け星ついたのはロドリゲスなんですね。試合展開でいうと3点先制で、なんやかんや3回までに追いつかれました。で6回にもう1回リードしました。で6回の裏にはもう逆転を許し、そのまま試合が終わってしまったと。何度も言います、どっちのチームに粘りがあったんですか、勝利に対する執念がそこに存在したんでしょうか、というふうに僕ら言わざるを得ないね。ロドリゲス、ポンセと同じく、ここ数年ファイターズで頑張ってくれてるピッチャーですよ。今日1イニングで4安打、フォアボール2つ、失点4と、この1イニングの中にいろんな踏んだり蹴ったりっていうのがありまして、ごめんなさいね、厳しい言い方で。助っ人外国人選手、自分の、母国を離れて異国で大変な環境で戦ってますよ。でもそれなりの給料をやっぱ積んでるんでね、チームもね、頑張ってほしい、結果出してくれよっていうようなことを僕ら言ってしまうんよね。ポンセ・ロドリゲス、この両人に対しては来年の契約のことを考えると、この1球この1イニング、その成績やそのマウンドの姿っていうのは大きく自分の人生、野球人生を変えていくんですよね。ぜひストロングフィニッシュで、またまた来年もね、ファイターズのユニフォーム着てほしい次第ですよ。で鈴木健也、1回投げて10球無失点で、長谷川、1回投げて14球、ヒット1本だけど無失点、必死さが非常に伺える。ビハインドでマウンドに上がってますんでね、プレッシャーも少し和らいだところですけども、何かこう一つインパクトを残さなきゃいけない、爪痕を残さなければいけない、チーム内アピールといった意味では一つ成果が結果となったんじゃないかと思うんですよね。で打つ方、今日マンチューはファーボールもあって2打数0安打か。で今日ね、マルチネス2安打ホームランも打ってます。それもそうで、ずっと試合に出てるその選手たちですよ。でその調子の中で今日はよう打ったね、今日抑えられたねっていうような僕コメントしますけども、今日のトピックスは中島拓人で、今川優馬でしょ。中島拓、今日久々の僕はプレープリっていうのを見ましたよ、中島拓のね。ほんで打点付きのヒットも打ってます。引退勧告を受けてる選手たちがもう発表してる中で、今シーズン、去年今年とやっぱ振るわなかった中島拓ってそのボーダーラインの選手なんですよ。来年もファイターズのユニフォームを着るのかどうかと。でここに来て一軍に上がってきたということは、これ最終テストということもあるんですよね。ちょっと言い方厳しいですけど、これがプロの世界です。今川優馬、今シーズンはアクシデントの怪我との戦いで、彼の今後の、ポテンシャル、伸びしろで言ったところですぐにクビっていうことはないですよ。でも来季の構想の中に今川優馬の名前がしっかりそこに描かれるかどうかといった意味では、こっからの出場はめちゃくちゃ重要ですよ。そういった意味で中島拓もね、意気揚々と戦ってる姿も見れたし、ほんで、あ、拓健在やなと僕は思いました。ファイターズはどう感じたか分かりませんが、拓推しのファンの方は僕と同じような感想を持ったと思うし、普段控えめな拓ですけど、ここはゴリゴリアピールしていいんじゃないかな。中堅、もうベテランですよね。ね、同期入団の杉谷健志がもう去年にも引退してるわけでしょ。中島拓も意地があるやんか。今川優馬、今日ね、何が嬉しかった、ヒットこそ出てないけども、ドロンコやねん、何があっても這いつくばってでも何かを残そうという、そういう姿勢僕は感じましたね。試合こそ負けてしまい、今現在順位は最下位と甘んじてしまってるけども、これしょうがないわ。去年に続きトライアウトとなってしまったそのチーム状況がこれ現実です。
これはね、3年目、新庄監督の3年目、3度目の正直といいますかね、石の上にも3年といいますかね、3年目って何か起きるんですよね。起こさなければいけない。で、新庄監督は何かことを起こした時には3年周期でいろんな起点を迎えている。で、その3年目にはいろんな偉業を叩き出しているということもあるんだね。まあ、ファイターズまだまだチーム的にはね、やらなきゃいけない、見据えて描かなければいけないことがあるんだけども、まあ、今日はね、ボーダーラインのその選手たちの泥んこになって必死になってアピールしようという姿が非常に印象的でした。今日ね、昨日、一昨日、先日からか発表があった、引退の選手ですよね。これ、チームとしても引退勧告伺いを立ててると思うんですよ。ファイターズからそのまま引退をしてね、もしかしたらこの寮にね、木村文和、八地亮太、この2人もうなんか指導の道もスポットも用意してもらってるかもしれない。早々とね、引退勧告を受ける選手っていうのはそういうのいただけたりするんですよ。で、この両人についてちょっと話したいんだけども、木村文和、もともとピッチャーとしてライオンズに入団。で、そこから4、5年、5、6年、ピッチャーとして戦ってたんだけども、彼の持っている身体能力、それと野球センス見たときに、バッターとして、打者としてね、野手として戦ってみないかという打診があったんでしょうね。本人もその気もあったかも。でもね、バッターとして、まあ、野手としてね、魅力あったんだわ。足も速いし、で、肩も強いし、なんといってもバッティングで言うとパンチ力があったのよ。大谷翔平が今世界で羽ばたいて活躍してますよね。やっぱ活躍する選手ってどっかで痛い思いをしてからリバウンドメンタリティとともに、で、自分を磨こう、で、この世界で一層頑張ろうという気持ちが強くなっていく、そのきっかけになったのは僕、木村文和だと思うんですよ。僕が見てた試合でね、鎌ヶ谷でした。ライオンズであった木村文和が大谷翔平の自慢の力投のストレートを1試合で2本ホームラン打ってるんですよ。多分1試合で2本だったと思う。日にちが分かれて2本だったかどうか、ちょっと記憶は定かでないんだけども、大谷翔平の自慢のストレート、鎌ヶ谷、もう防護ネット突き刺さる、もしくはそれを超えるような、すげえホームラン打ってるんですよ。これがプロのパワーですよっていうような。でもそこで大谷翔平がもう一皮向けて、今、海の向こうで、まあ、怪我こそしましたけども、世界一の野球選手として歌われてるんですよ。なんかそういうイメージもあって、非凡なものがあった木村文和だけども、結局は、まあ、結果としてね、ライオンズ、ファイターズで、スーパーサブのプレイヤーとして活躍し、惜しまれての引退かな。で、彼はね、めちゃくちゃいい指導者になる、そういう逸材だと思ってるんですよ。というのは、ピッチャー経験しました。で、野手を経験しました。で、彼ね、若手の時、中堅の時、で、ベテランの時も、一軍2軍行ったり来たり、まあ、いわゆるアップダウン選手で、最後のベテランと言われるその年齢で、1軍2軍行ったり来たりのもがきを経験している選手。若手でももがいて、中堅でももがいて、で、そしてピッチャーから野手へ転向があり、心の葛藤も味わった、そういう木村文和は素晴らしい指導者、若い選手たちにね、ほんで若い選手だけじゃなくて、現役プレーヤーに対して素晴らしいアドバイスを送れる野球人になるんじゃないかと思います。ファイターズでそういう指導者になるかどうか分かりませんが、行く先は、指導者としてユニフォームを着て頑張れる、僕そういう逸材だと思ってるんですよね。喋っても男前で、ニクリムカルロス、声も低い、最高、そういうね、野球界でね、発展のために尽力できる野球人だと思ってます。八地亮太、同じくですね、スワローズで活躍、でファイターズで活躍、困った時に八地亮太の名前が上がりましたよ。これ守備でもバッターボックスでも、これまた打つだけじゃなくて小技も効いた、バント、セーフティー、エンドラン、で代打で決めに行く、いろんなことにおいてエキスパート要素を持っていた、いぶし銀という言葉が彼には当てはまるんじゃないかと思います。木村文和と同じように素晴らしい指導者になれるべく経験を積み、で人柄もそういう役割を与えられるんじゃないかと思ってますよ。そうであってほしい、野球界発展のためにね。今回ファイターズからリリースがあってね、木村文和、八地亮太と、この2人 の引退が発表されたんだけども、おそらくですけども、指導者としてのユニフォームが用意されてるんじゃないかな。っていうのは、手放すのはものすごくもったいない野球人、逸材なんですよ。なので、ぜひ、ファイターズ OB としては、ファイターズの選手のために、ファイターズの戦力のためにね、何かこう、野球知識を提供できる、そういう立場になってほしいと思いますね。お二人、現役生活、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。解説業でもいろんなコメントさせていただきましたよ。今後とも野球界のために尽力よろしくお願いします。コメンタリーとしても最高の味出すんじゃないかなと思ってます。またどこかで会った時にはお互い野球談義しましょうね。ファイターズ明日も試合あります、頑張ってください。前で起きる。